けい。ありがとう。ふたろさんお疲れ。ありがとう。つなさん流れ星。ありがとう。さきちゃんお疲れ。ありがとう。お疲れ様。みんなもお仕事、学校など、お家の用事など、育児、家事など、皆様お疲れ様です。この後ゆっくり聞きます。ありがとう。そう、今日はなんでこんなにドタバタして始めたかというと、ヒーヤンさんレインボースター、ありがとう。あのラジオ日経さんのラジオアイニュースに出演させていただきました。いやー、なんか本当にツナさん流れ星いっぱいありがとう。ラジオアイニュースさんは初めて出演させていただいた時から本当にものすごい温かくて優しくて、私その最初に一番最初西村さんと出演させていただいたのが私は一番最初だったんですけど、あのそれもみんなのおかげなんよね。ファンの皆さんのおかげなんだけど、というのもあのドラゴンエッグっていうゲームとラストアイドルコラボしていた時があって、ツナさん流れ星ありがとう、ひよこさんハートありがとう、ねこがみさんハートありがとう、ゆうきゃんちゃん花束ありがとう、ラジオよかった、ありがとう、ツナさん流れ星ありがとう、ラジオお疲れ様、あ、コメントもね、ありがとう、ひよこさんハートありがとう。そう、それでその時にそれで上位に入れて、ちょうどその出演できる機会があってっていうのがあったので、本当にまずそもそも最初のスタートはそう本当にファンの皆さんのおかげだったんですけど、そこからなんとね5回も出演させていただけたということで、バカラさん、だるまさんありがとう、すべての回に思い入れがありますね。そう、メッセージもありがとう。あ、本当にたくさんお便りメッセージが届いていたみたいで、あ、たくさん来てますよって言ってくださって、そう、りょうくんお疲れ、ありがとう。そう、最初と時間の関係で全然ちょっと読ませていただくことができなかったんですけど、本当にたくさんの愛にあふれた言葉をありがとうございました。そう、最初が西村さんとで、2回ね阿部さんと出演させていただけて、それもすごい嬉しかったんだよね。なんか 2回目の時もね、もちろん嬉しかったんだけど、その最初に阿部さんと2人って言われた時に本当と思って、なんかその阿部さんとさ、2人でお仕事することってなかなかないじゃないですか。それって別に誰でもそうだけど、あんまり誰かと2人でお仕事ってあんまりないけど、物価高なところ、あ、そっから泣ける話も聞けるかもしれない。ツナさん流れ星ありがとう。そう、そうなのですごい緊張してたので、ラジオその一番最初 の西村さんと出演させていただいた時もラジオっていうものがそもそも2回目だったの私。うん、ツイッターの TL もね、ありがとう、タイムラインか、ありがとう。そう、私もちょっと急いで帰ってきたのでまだあんまりみんなのコメントとか終えてないんですけど、たくさんコメントもらっててっていうので、ひよこさんハートありがとう、たくさん本当にありがとうございます。そう、今日もいろいろ振り返ったりとかしてて、最近ねこのショールームでも割と振り返ってトークしてますけど、振り返ってみると本当になんかいろんなことがあったし、こう要所要所で楽しい気持ちもそうだけど、苦しい気持ちも悔しい気持ちも悲しい気持ちもすごく嬉しいっていう気持ちも感動した時も本当にいろんなことがあったなって思いました。こんばんは。本当になんかヒストリーですごい書いてくださっていて、本当にそれが嬉しくて、そう、こんばんは、ありがとうございます。いろんな思い入れがありました。こんばんは。うん、
し、その鈴涼さんの普通にそのゲットしてくださっていたグッズもたくさん並べてくださっていて、先日カフェにも来てくださっててお会いしたんですけど、その時にね、なんとグッズをゲットしてくださっていて、カイトさんハートありがとう、ユウさんが100回目の訪問ありがとうございます。あのさ、ランチョンマットケースあるじゃん、あれねゲットしてくれてました。みんなゲットした？私は実はゲットできてないんだよね。カフェに行った時ランチョンマットもらってなくて、コースターとかもグッズとか買う時間がなくて、そう、ランチョンマットケースぜひゲットしてくださいそう、こんばんは。ラスアイカフェは23日までですね。なんかラスアイカフェもこの前始まったと思ったらもうすぐ終わりに近づいてきましたね。ゲットしてありがとう。あれ大きいね。そう、確かにあれさ、あれかも、ラスアイカフェに来る方ちょっと大きいカバン持ってきた方がいいかもしれない。なんかそのでランチョンマットをランチョンマットケースに入れて折らないように綺麗に持ち帰るのがいいかも。すごい言うの遅くなってごめんなさいだけどそれがいいかもしれないね。折れちゃったら悲しいので。ゲットしたありがとう。のぼるさん、すずらん、ありがとう、ありがとう。買ったのにでも確かにね、それはそれでなんか飾ろうみたいになるかな。そう、つたやさん入る袋くれた。あ、そうなんだ。あ、めっちゃいい情報です。つたやさん入る袋くださるらしいです。ちょっとカレー食べた、あ、ちょっとカレー食べたいななんて思ったそこのあなたラスアイカフェにはカレーがあります。袋いりますかって。あ、よかったね、それならいいわ。結構さ、そういう物販みたいなところって袋がないイメージだった。筒型に丸めて置いていてくださるんで荒々しく持ち帰らなければ確かに、でも満員電車とかに揺られて渋谷だと人混みですいませんすいませんって言ってたらガシャ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 ってなっちゃうかもしれない。ケース鑑賞用、確かに。こんばんは、フォローありがとうございます。ラストアイドルののんちゃんこと篠原のぞみです。ただいまイベント参加中につき、お星様カウントコメントなどなど皆様よろしくお願いします。はじめましての方はよかったらフォローだけでもしていってくれたら嬉しいです。考えなしさん、アイスありがとう。 A3 サイズの硬化ケースか症状入れるケース100均に売ってるからおすすめらしいです。 A3 サイズなんだ。硬質ケースか、こんばんは。あれだよね、みんなが生写真とかさ入れてくれてるあの入れ物みたいなやつの大きいバージョンってこと。確かに、それいいね、それいいねお家にも飾ってください、持って帰って。ランチョンマットとコースターと堂々と広げて、あー、そのパターンもあるかも、そのパターンもいいかもしれないです。渋谷の街をこうやって街を歩く私は絶対にやらないけど特別感出ます。確かにいいね、それすごいいいね。ランチョンマットケース買って、ランチョンマットケースをもはや鑑賞ポスターにするパターン。青山さんハートありがとう。まあ、ありですね。コースターとかも一緒に飾ってもらって、コースターもさ、多分さ、あのありますよね、100均にあの缶バッジケースみたいなやつ前見たので、それなんかサイズちゃんとそうサイズをちゃんと調べればコースターケースもありそう。
出会えませんでした。うん、確率はね、そうね、マットランチョンマットとしてさ使うにはちょっともったいないよね。なんかコースターもさ、ランチョンマットもさ、あれなんか使うにはちょっともったいない、悲しいというか、なんかちょっとみんなの顔の上にさ物を置くわけじゃん、ドンって。ちょっとなんかさ、もう完全に一緒にお写真撮るようだよね。さきちゃん、だるまさん、ありがとう。サンリオにもコースターケースある。あ、そうなんだ。サンリオのさ、あのアイドルのあのグッズシリーズめっちゃいいよね。あれ欲しい、私も。さきちゃん、だるまさん、ありがとう。たかぷりさん、すずらん、ありがとう。うん、初期観用と鑑賞用と使用用、確かにちゃんとあれをどうしてもランチョンマットとして使用したい場合は3回くらい行った方がいいかもしれない。メルちゃんの内訳です。ちょっと待って、メルちゃんの内訳ケースって売ってるの？そうなんだ。メルちゃんって内訳ケース今まであったっけ？ルーメンさん、花束、ありがとう。ペンラケースも可愛い。あ、見たことあるかもしれない、それ可愛いよね。うん、星連打、たくさんありがとう。キリさん、ハート、ありがとう。メルちゃんの内訳ケース、あ、今日からなんだ、すごいね。キリさん、ハート、ありがとう。ハマピーさん、レインボースター、ありがとう。ハマピーさん、レインボースターいっぱいありがとう。使用用の予備もうキリがないね。キリさん、ハート、ありがとう。初めてサンリオでアクスタケース買いました。あ、いいね、それね、結構持ち歩いてくれてる人います。あのそれバッグにそのままつけて、アクスタってさ結局アクリルスタンドなので、こうどっかに強い衝撃を与えた時にもしかしてあるじゃないですか。それすごい悲しいので、ケースに入れて持ち歩くのはめちゃめちゃいいです。新しく出たんだ、知らなかった。レインボースター、あ、レインボースタータワー、あ、ハマピーさん、レインボースタータワー、ありがとうございます。あ、嬉しいです、本当にありがとうございます。こちらのイベントはなんと明日までになっております。もし少しでも、あ、まあこの子にちょっと、まあ、応援してもいいかななんて方はよかったら応援よろしくお願いします。ハマピーさん、今日は本当になんか今日1日で3日間ぐらい過ごしたんじゃないかみたいなぐらい、なんかすごいいろんな濃い1日だったなって思う。こんばんは、ハマーピーさん、レインボースタータワー、ありがとうございます。メルちゃんの内訳ケース買った、あ、すごい。じゃああれだね、ラストライブでメルちゃんの内訳ケース見えたら、多分あの文字がもしもなんか一瞬見えなくても、耳の部分が、白い耳の部分が見えたら、それはきっと私のファンの方ありがとう。はるちゃん、流れ星、ありがとう。多分あんまりなんか、その例えばマイメロとかシナモンとかは結構いるけど、メルちゃんのグッズを持ってる人は、ラスアイファンの中でメルちゃんのグッズ持ってる人は結構、まあ全員 100% の%かはちょっと言い切れないけど、 99% の確率で私のファンの皆さんだと思っている。さきちゃん、パチ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 、ありがとう。もう明日よ、頑張ってください。ありがとう、ありがとうございます。カバヤンさん、流れ星、ありがとう。メルちゃんのうちわを持ってるの、それそれいいね。ケロちゃん、ハート、ありがとう。コタロウさん、ハート、ありがとう。それめっちゃいいね。
そうそうさん、かわいい、ありがとう。こんばんは、ありがとうございます。ラストアイドルののんちゃん、今年の春のぞみです。ただいまイベント参加中につき、お星様カウント、コメントなど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 よろしくお願いします。フォローもたくさんお待ちしております。スプリンクラーさん、だるまさん、ありがとう。あ、でその明日が最終日ということなんですが、明日の時間がちょっとまだ決められてないんですけど、結構夜に詰め詰めになりそうな予感がしています。明日もわりかし朝目からリハ頑張ってくるよっていう感じなんで。銀ちゃんハート、ありがとう。ペコラさん、だるまさん、ありがとう。そう、スプリンクラーさん、だるまさん、ありがとう。メルちゃん、のんちゃんでも結構私が、いや朝もやりますね。朝もやんないと多分ね、足りないと思う。そう、22時までなんですよ。まあ一番正確に言うと21時59までって書いてあるんですけど、まあ、いわゆる22時までで、なので22時までのその前は40分間ぐらいできたらいいかな。最終枠はちょっと長めがいいかなって思っています。ゆけんさん、ハート、ありがとう。そうの方がいいよね、多分。その枠は大丈夫、できます。さすがに何もないはず。うん、メルちゃん、メルちゃんの、そう、ウサギのメルちゃんってちょっとメルちゃん、メルちゃん何言ってるんだろうって方もいるかもしれないんですけど、あのサンリオのキティちゃんとかの、あのサンリオの仲間に、仲間っていうのかな、友達、なんて言うんだろう、キティちゃんの友達に、あのシナモンとかマイメルとかいるじゃないですか。あ、この子です、この子それのまた友達にウィッシュミーメルちゃんっていう、この白いウサギちゃんがいて、この子は一押しキャラなんですけど、あんまり知られてないんですよ。ディズニーでいうとこのダッフィーみたいな位置づけのキャラクターで、ピューロランドに行くと会えるんです。バカラさん、だるまさん、ありがとう。サンリオのさ、キティちゃんとかさ、マイメルとかってみんなあれ友達、みんな友達かな、あんまり、うん、あれだけど、なんか設定設定とか言っちゃダメか、あんまり世界が分かってないけど、うん、そう、うん。ちなっぺさん、だるまさん、ありがとう。友達だと思う。なんかサンリオのなんか、ほんとひたすら癒しのゲームで、サンリオのなんかハロースイートデイズっていう、なんかただ可愛い、ただ可愛いって言うと流れなんだけど、可愛い携帯のゲームがあって、それになんか、それだとね、家めっちゃ近い、みんなその中だとキティちゃんとポムポムプリンと、シナモンとマイメロとキキララと、最近メルちゃんが近所に住んでますちなみに私も近所に住んでる、その中だったらそう、だからまあ友達なのかな、やっぱ。まあわかんない、とりあえずこの子が好きで、この子のねグッズを結構身につけてきてくれたりするので、そう、こういう世界でいいよね、なんか平和で世界が平和でいいよね。うん、その世界行きたいね似合うね。りょうくん、かわいい、ありがとう。こんばんは、ありがとうございます。いや今日はでも本当にラジオ出演させていただく、このタイミングでギリギリでラジオ出演させていただけて本当に嬉しかったなって思うし、今日はなんと、今日の3人はすずりおさん選抜でした嬉しい、ありがとうございます。本当に嬉しかったです。別になんか、なんとなくよく喋る2人とだし、なんかちょっと仲いい感じの振り分けなんかなって思ってたんですけど、実はそういうことでしたありがとうございます。うん、
ありがとうでした。楽しくお話しさせていただきました。後々に YouTube も上がると思うのでそっちもぜひ見てほしいです。多分ヤンジャン選抜好きな方とかにおすすめ。特にケロちゃんだるまさんありがとう。ちょうど聞いた、ありがとう。そう、今聞き逃したんだよねっていう方もラジコのタイムフリー名前やってたかなで聞けるのでぜひお聞きください。なんかの作業のBGM としてとかでもいいと思うし。ジュンジュンさんありがとう、ありがとう。ラジオなのでお勉強しながら、まあ勉強はちょっとあれか、まあ怒られなければテレワークしながらとかお料理しながらとか、お掃除しながらとかなんか家事ばっかりになっちゃう。食べながら、ご飯食べながらとか、あんまりね友達とおしゃべりしてる時とかには聞けないと思うけど、全部聞けてないから後で聞く。ありがとう。サラミちゃん、だるまさんありがとう。ニュース読み、そうなんですよ、いつもプレッシャーニュース読みっていうのをやるんですけどそう、 YouTube 楽しみありがとう。そう、それでなんと全員3人とも成功しました。今日はごめん、盛大にネタバレだけどありがとう。まだ聞いてない方には盛大にネタバレですがありがとうございます。そう、すごいドキドキしててめっちゃ心臓バクバクいってたんですけど、落ち着けて読んでる風に聞こえていたのかなって思います。そう、わーい。なんか3人で始まる前も今日は絶対成功させたいねって言ってて、そう、なんか頑張ろうねって言っててちゃっかり私2番目だったんですけど、ダブさんレインボースター、ありがとう。じゃんけんで勝ちまして、一番緊張が少ないであろう2番目をゲットしましたそう、やったね、ありがとう。ここ聞きやすかった、あ、嬉しい、ありがとう。そう、練習しました、みんなでギリギリまで。結構バタバタしててあんまりその余裕の時間とかはなかったんですけど、続き聞きはごめんねドキドキしながら聞いてください。長石さん、タコさんありがとう。そう、じゃんけんで勝ちましたそうなので、みーちゃんが成功できていいバトンを受け取って、私もみっちゃんにいいバトンを渡せたんじゃないかなって思います。さらみちゃん、花束ありがとう。そう、あとなんか今日のお二人といると、普通の年齢だけでいくと二人が一つとお姉さんなんだけど、なんかなんだろう、同級生っぽさもありお姉さん感もあり嬉しいですねでもゆうきゃんちゃん、ハートいっぱいありがとう。アポロポロポロさん、ペンライトありがとう。こんばんは、ありがとうございます。あきあきちゃん、すずらんありがとう。えのさんさん、ハートありがとう。さらみちゃん、花束ありがとう。キリさん、すずらんありがとう。そう、なんか めっちゃ緊張しましたよ心臓バクバクいってました。こんばんは。でも落ち着いて読もうと思って、なんか焦ると早口になって噛んじゃうから、落ち着いてゆっくり、なんか時間制限もあるんだけど意外とゆっくり読んでも大丈夫だよって栗林さんに教えていただいて、そう、しっかりしっかり読みました。前の時もちょっと焦って、丸い猫さん
スズランありがとう。そう、焦って噛んじゃったので落ち着いて読みました。こんばんは。そう、あとはまあ今日の2人とだったから、そこ以外はいい意味で緊張せずに、温かい空間の中そのままその気持ちを受け取っていろんなお話できたかなって思います。でもやっぱ生放送だから時間の制限とかがあるので、どのぐらいの長さで喋るかとかはちょっと難しいですよね。やっぱりかねっちさんハートありがとう。ぜひ皆さんチェキも応募してください。あさぎさん音符ありがとう。こんばんは。チェキの応募はツイッターでできます。こんばんは。ぜひ応募してください。ブーメンさん花束ありがとう。うん、そう、いやね、めっちゃメッセージも本当に嬉しかった。こんばんは。はるちゃん流れ星ありがとう。ローさん花束ありがとう。当たりますようにありがとう。3人の方に当たりますチェキ今日めっちゃ素敵なチェキを私たちもいただいて、実は最後に思い出っていう感じで今日の3人と鈴涼さんと栗林さんとチェキ取らせていただいて、それを私たちもなんといただけまして、鈴涼さんと栗林さんのサインも実はいただきました。嬉しいそうチェキいただきまして、そう、はるちゃん流れ星ありがとう。りかりんちゃんハートありがとう。ワンくんかわいいありがとう。素敵な思い出。昨日さ、ちょうどさチェキの話してたじゃないですか。昨日ね、ちょっと参加できてないんだっていう方は何のこっちゃかともしれないんですけど、結構これまでそのインタビューとかしていただいた時にその皆さんにプレゼントする用のチェキでこう何枚か取ってどれか選んで、その1枚を予備でみたいな感じで、予備をそのままじゃあこちらでお預かりしますって言ってお渡しする場合って言ってくださるから、お渡しする場合とよかったらどうぞみたいな場合があって、シロアンちゃんハートありがとう。ミッチェルさん赤いバラありがとう。そうで、その結構チェキをもらってきてて、私アサギさん音符ありがとう。それを大切にしまってるので、また増えまして、なんかさチェキケースあるよみたいな昨日教えてくれてたから探してみようかな。こんばんは。ミッチェルさん流れ星ありがとう。こんばんは。初見さんもありがとうございます。3週カウント完了ありがとうございます。みんな捨て星時間とかも忘れずに星集めもして待っていてくれて本当にありがとうございます。ミッチェルさん流れ星ありがとう。マイさんハートありがとう。みんなのおかげで本当に皆さんが来てくれ、本当にねいつも思うんですよこんばんは。ヨネピーさん流れ星ありがとう。マイさんハートありがとう。ワンくん花束ありがとう。そう、なんかいつも思うんですね、もう結局これ配信するって言ってさ、配信してさ、もう0人だったらさ、もう本当に心がもう折れるどころか、もう何もう砕け散っていなくなっちゃうんじゃないかって思うので。こんばんはありがとう。熊高さんかわいいありがとう。こんなにたくさんの方が来てくださって本当にありがとうございます。サラミちゃんハートありがとうでもわかんないじゃん、うん君のことが好きだから懐かしい。そう、わかんないよ。でもさ、応援してくれてる人がさ、いや、みんなが応援してくれてないとかそういう意味じゃなくて、たまたま用事とかでさ全員本当に来られなくてっていう可能性もさやっぱあるかもしれないじゃん。しさ、タカプリさん、だるまさんありがとう。朝捨て星のおかげで嬉しい。わざわざ朝眠い時間なのにありがとう。あ、ちなさん、ちなさん、くまタワーありがとう。ちなさん、くまタワーありがとうございます。ちなさん、くまタワーありがとう。
ちなさんお名前書かせていただきますね。いつもお忙しい中ありがとう、来てくれて。ちなさん書かせていただきました、ありがとうございます。いや本当そう、独り言配信よそれは。モフさん赤いバラありがとう、パチ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 ありがとうございます。エンジェルクマ、このエンジェルクマちゃんかわいいよね。クマタワー50完了ありがとう。タワーパチ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 ありがとうございます。マイさんハートありがとう。本当になので一人一人の力が私のパワーになっております、ありがとうございます。どうしてもねこのみんなにお願いしてしまうバトルではあるんですけど、まあでもねこうやってみんなといっぱいこうやってさショールームで話するのももうあと少しなので、最後まで笑顔で頑張っていきたいと思います。こんばんは。あっという間、次が10時10分からかな、5億人分身して急に私の配信もうビビビビビみたいな、もういけませんみたいな、1億人5億人が見てますみたいななったらすごいな。京香ちゃん、タコさんありがとう、10分からありがとう。次が10時10分からでございます。ここの夜の枠は全部35分配信になってます。ちょっと間の時間ができなかったんですけど、夜こうやってみんなとお話できて嬉しいです、ありがとうございます。はるちゃんハートありがとう。皆さん本当にたくさんありがとうございます。手とかね、目とか手とか疲れてると思うので、いっぱいしっかりマッサージして、なんか目とか、ね、多分この辺とか結構痛いと思うのでしっかりこうマッサージして、手もなんか確かこの辺がなんかあったよね、なんかツボみたいな確かあるので、ゆっくり休んでください。サラミちゃんだるまさんありがとう。次からの枠もあの皆さんと楽しくお話ししたらできたらいいなと思っております、よろしくお願いします。そんなわけでそろそろランキングを読んで終わりたいと思います、ありがとう。13位タカプリさん、12位ブーメンさん、11位ジュンジュンさん、10位がワン君、9位がダブさん、8位がヒーヤンさん、7位が流しさん、6位がキリさん、5位がツナさん、4位がリョウ君ありがとうございます。で3位がサキちゃんありがとうございます。2位がハマピーさんありがとうございます。そして1位がドク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 ダダン、チナさんでした、ありがとうございました。皆様たくさん本当にありがとうございました。ハマピーさん、チナさん、ありがたわでした、ありがとうございました。また次の枠でお会いしましょう、お待ちしております。皆さんが来てくださるのを待っています、ありがとうございました。それではまた後ほど。